ブレット・フランクリン・アンダーソンはアメリカ合衆国テキサス州ミッドランド出身のプロ野球選手。左投げ左だ。現在はフリーエージェント。大学野球の指導者である父、フランクの影響もあり、野球をはじめ、スティルウォーター高等学校時代は、州代表にも選ばれる。2006年の MLB ドラフト2巡目でアリゾナダイヤモンドバックスから指名され、9月1日に、 契約。2007年は A 級サウスベンドシルバーホークスで開幕を迎え、プロデビュー。14試合に先発登板して8勝4敗、防御率2.2185奪三振と高騰し、6月に A 級バイセーリアオークスへ昇格。A 級バイセーリアでは9試合に先発登板して3勝3敗、防御率4.8540奪三振の成績を残した。 2007年12月14日に、カルロス・ゴンザレス、アーロン・カニンガム、クリス・カーター、デーナイ・ブランド、グレッグ・スミスと共に、ダン・ヘイレン、コナー・ロバートソンとの6対2のトレードで、オークランド・アスレチックスへ移籍した。背番号は49。2008年は、参加の A 級ストックトンポーツで14試合に、登板して9勝4敗、防御率4.1480奪三振の成績を、 残した。6月に A q ミッドランドロックハウンズへ昇格後、オールスターフューチャーズゲームに選出された。シーズン途中の8月に開催された、北京オリンピックの野球アメリカ合衆国代表に選出された。同大会では3位決定戦の日本戦で勝利投手となり、同メダル獲得に貢献。オフにベースボールアメリカから、 アスレチックス参加の最も有望な選手に選出された。2009年4月4日にアスレチックスとメジャー契約を結び開幕ロースター入りを果たした。4月10日のシアトルマリナーズ戦でメジャーデビュー。昇格後は4連敗を喫し、メジャー初勝利は5月15日のタンパベーレーズ戦となった。9月は4戦4勝で月間最優秀新人選手に選出され、 9月24日のテキサスレンジャーズ戦でオークランド移転以降では新人最多奪三振の球団記録を32年ぶりに更新し勝利数、完封数、奪三振でチーム1位となり新人王投票でも6位にランクイン2010年3月8日にアスレチックスと1年契約に合意開幕後の4月16日にアスレチックスと4年契約を結んだ この年は、左肘の故障もあって19試合の登板にとどまり、7勝6敗、防御率2.80、75奪三振を記録した。オークランドアスレチックス時代2011年は、開幕から13試合に登板したが、6月7日に、トミー・ジョン手術を受けるために故障者リスト入りし、シーズンをそのまま終えた。この年は13試合に先発登板して3勝6敗。 防御率4.00、61奪三振を記録した。2012年は前年の手術の影響で開幕から60日間の故障者リスト入りし、8月20日に故障者リストから外れた。8月21日のミネソタツインズ戦で復帰後初登板し、7回1失点と好投を見せた。この年は六試合に先発登板して四勝二敗、防御率点五七。 25奪三振を記録した。2013年は開幕ロースター入りしたものの、5月1日に右足首の故障で15日間の故障者リスト入りし、6月14日に60日間の故障者リストへ移動した。8月28日に故障者リストから復帰。この年は16試合に登板して1勝4敗、防御率6.04、46奪三振を記録した。 オフの11月1日にアスレチックスが800万ドルの球団オプションを行使した。2013年12月10日にドリュー・ポメランツ、クリス・ジェンセントのトレードでコロラド・ロッキーズへ移籍した。2014年は開幕2戦目のマイアミ・マーリンズ戦で先発を任されるも6回4失点で敗戦投手となる。その後、左手の人差し指の骨折で60日間の 故障者リスト入りとなったため、5月6月は登板がなく、前半戦最後の試合である7月13日のツインズ戦で復帰を果たした。しかしこの試合では、先頭打者のブライアン・ドージャーにいきなり、エンタイトルツーベースを許すと、1回表だけで7、アンダを浴び、5失点をキスするという苦しい立ち上がりとなった。その後の4イニングでも3アンダ、3支給を与えながら、 なんとか1失点に抑え、5回を6失点で、投げ切ったが、チームは敗れ、アンダーソンは敗戦投手となった。前半戦は4試合0勝3敗、防御率4.95という成績だった。後半戦に入ると回答を見せ、7月19日から30日にかけて3試合連続で 9S を記録。この間20.1イニングを投げ、防御率は1.33だった。 25日のピッツバーグパイレーツ戦では、シーズン6試合目の先発にして初勝利も手にした。ところが、8月5日のシカゴカブス戦で背中に痛みを感じ、3回を投げたところで降板。手術を受けるため、そのままシーズン終了となった。年間を通じて、故障に悩まされ、シーズンでは全て先発で8試合に登板したのみとなった。 5回の QS を記録しながら1勝3敗に終わるほか、バビップも316とやや高めになるなど運にはあまり味方されなかったが、それでも防御率2.91を記録。43.1イニングを投げて打たれた本塁打も1本のみと投げられさえすれば高い実力を持つことを示す結果を残した。オフの11月1日に、 ロッキーズが1200万ドルの球団オプションを破棄したため FA となった。ロサンゼルスドジャース時代2014年12月31日にロサンゼルスドジャースと1000万ドル出来高の1年契約を結んだ。背番号は35。2015年は開幕からローテーションを守り31試合に登板。1年目以来の2桁勝利となる10勝を挙げ、 防御率は3.69だった。オフの11月2日に FA となったが11月13日に5 8 0万ドルのクオリファイングオファーを受け入れ、ドジャースと1年契約で合意した。2016年はシーズン開幕前の3月に背中の手術を受けたため長期離脱した。マイナーでの調整登板を経てメジャーに復帰し、 先発で3試合リリーフで1試合に登板したが、1勝2敗、防御率11.91、ホイップ2.56と炎上した。マイナーの登板でも、同じく先発3試合とリリーフ1試合で0勝2敗、防御率5.14、ホイップ1.79と、結果が出ていなかった。オフの11月3日に、FA となった。2017年1月26日に、 カブスと年俸350万ドル出来高の1年契約で総額が最大で1000万ドルの契約を結んだ。5月6日のニューヨークヤンキース戦で7月26日にビーフ31日に自由契約となった。2017年8月18日にトロントブルージェイズとマイナー契約を結び同日中に参カのトリプル A 級バッファロー・バイソンズへ配属された。 青木のリチカをリーフにし、アンダーソンをメジャーに昇格される方針となり、8月29日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りし、同日のボストンレッドソックス戦に先発登板したが、敗戦投手となった。9月10日のデトロイトタイガース戦で遺跡後初勝利を記録した。オフの11月2日に FA となった。2018年3月20日に、 アスレチックスとマイナー契約を結んだ。開幕は参加のとこの年は17試合に先発登板して4勝5敗、防御率4.48を記録した。2019年2月13日にアスレチックスと1年150万ドルで再契約した。同年は31試合先発で4年ぶりに規定投球回到達し、自己最多の13勝を挙げた。 オフの10月31日に FA となった。2019年12月13日にミルウォーキーブルワーズと1年500万ドルで契約を結んだ。2020年オフの10月28日に FA となった。ミルブ、ありがとうございます。